マミムメモサヤカです。スーパーマリオオデッセイパート51です。風邪をひいて体調は、治ったけど咳が出るので、今回はゆっくり実況でお送りしたいと思う。めんどくさ。ほんと、ボーカロイドとかゆっくり実況とか作られてる方、ほんとすごいですね。いやー、尊敬します。というわけで、アミーボはちょっとだけ入れました。で、今回なんですけど、咳がね、ちょっと出るんですよ。だいぶ治ってきたんですけど、ちょっと出るかもしれないので、その辺はちょっと我慢していただけると嬉しいです。もう私もね、マリオオデッセイがやりたすぎて、やらなきゃちょっと1週間始まらないんで。みんなもね、まだ始まってないでしょ、1週間。そう。私の動画がね、月曜日に投稿されないと1週間始まらないと思うんで、これなんか使うんですか？そう。あー、ん？あ、なんか当たっちゃった。何やる？あ、ん？あ、これ壊れるのか、これで。なるほど。これを壊すことによって、何かがある。そう。告げている。とりあえず隠しやるかな、的な感じで。全部壊していきたいよね。どこに何があるかわからんみたいな。軽く当たってしまうな。ちょっと待ってね。次当たったら、なくなっちゃうんで、そういう細かいところもやっていきつつ、これを当てていきたいね。はい、そい、ほい、ほい。いや、むしろやっちゃいけない説ない？ほい、ほい。あ、あー、下手です。下手です。ほい。ほい。そっち？あと一個。ちょい。あ、一個でも、あ、なんだと？どういうこと？あ、これで落ちてくるってことか。で？あー、なるほど。オッケー、わかった。ほい。あー、なるほどね。これで隠しは？ここにって書いてあったから絶対隠しはあると思います。裏側からかな？ついて狙って。さあ、隠し、あー、びっくりした。隠しを探しますよ。ぴよぴよ、ぴよぴよ。なんかこの辺震える。気のせいか。あ、わかった、あれだ。え？こっからいけるのか。これ引っかかるのでは？あー、待てよ。あ、待って、こっから、こっからこう。こう。ほら。あーのね。いや、考え方は間違ってないはず。あ、惜しい。惜しい、惜しい、惜しい。うん、考え方は合ってる。だってここにも来るしね。ちゃんと気持ちいいぐらい。ほらみー。天才でした。常識と言われればもうそれまでですけど、天才でした。ついて転がして。よし。まあ、ちょっと入り口なんですが、ここ。関係ないでしょう。うん。さあ、次はどこに行こうかな。まあ、なるべく。よいしょ。この映ってるやつのとこ行きたいね。ここの近くに1個あるわけなんだが、ここ。ここ。あ、震えてる。出てきました。うん。さすが見逃さないね。波の忘れ物。褒められるね。
まあ私はねアミーゴという裏技をやってしまってるのでなんちゅうことなかったですけど、ここに1個ある。この岩怪しい。あ、いや、あ、これだ。わあ、全然気づかなかった。あー、なるほどな。これを押すことによって何かが起き、そして急ぐ。これは泳ぐんです。これは泳がないよ。おいしょ、けーあ、海の国でチクタクアスレチック系なんだ、これ。はい、取りました。いや、ほんと、今私、お助けモードだからね。息がね、無限だからね。そっか、こんな感じだったんだね。全然気づかなかったね。さてさて。次。ここに何か密集してますね。こっちが、なんか、土管みたいなありそうだから、こっち行ってみよう。ちょっと いつもと違うパソコンで収録してて音量バランスが難しい。あ、ここにあるね。おお、そんな風に飛び込むんだ。見た？へえ、知らなかった。初めてやったんじゃない？いつもヒップドロップしちゃうもんね、上から落ちるときって。さて、これちょっと難しいね。床が動く系か。かつ、これを探していく感じね。で、あの子は殺せない、倒せないから、うまくこれで落としていくと安全だね。で、このままだと永遠に解放できないから、どうが正解なんだ。これで取るのが正解か。こうやって取って、おーっと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 。ハートは一応取っとくか。念のために。待って待って待って。あ、やっちゃった。どうしよっか、じゃあ。これは、こうすればいいのか。あー、違うよ。うんうん、オッケー。で、あそこに1個ある。で、ここ乗って、ぐるーっと一周したら自動的に通れて、これは帽子で取れるんだっけ。どうだ。あ、取れた。で、隠しパワームーンが前回みたいな感じだったら、この上を通ってみたいなのもあるかもしれないけど、トゲトゲコーラを全部落としてみるとか。普通にトゲトゲコーラを倒そうと思って引き寄せようと思ってたんですけど、急になんかこう視界がおかしな方向に行ったんでびっくりしました探して回る迷路。ほい、ゲイ。すごい偶然の産物すぎた今のトゲトゲコーラ全部倒したけど何も起きないねっていうところだったね。この上違うな。この上だ？裏側にあったのか、実は。あ、ここだ。待って。あ、これどうやってあれするんだろう。
上にこうちゃんと乗っとけられるようになる。あ、待てよ、キャッピーかぶせればいいのか。キャッピーかぶせてみよう。キャッピー、ヒップドロップ仕掛けた。よいしょ。灯台に並ぶ光、そこのトカゲさんが島まで飛んでいくとか、ほどほどに頑張るでし。おお、なるほど。こんな簡単なことっていいのかい。おい、来たし。灯台から飛んでくるなんて本当にすごいですし、いいもの見せてもらったお礼にこれを受け取ってほしいですし。渡し方がなんかジェントルマン。シュワシュワーナの空を舞う。いいね、いいタイトルだね。飛んできた姿が目に焼き付きまし。さて、グラス宮殿のこの辺に2個あるけども2個あるけども迷ったらマイナスで見るでし。この中なんだよね。でもここに1個あるんだよね。でも震えてはないんだよね。この手話、この中的な、海の中的な、あ、この位置中あるんだ。ここで何か解決できることがある。よいしょよいしょ。あー、生まれるからな。なんもなくない。あ、なんかこっちある。これか、これだ。よし、青いのはこれでした。グラス宮殿の宝箱。オッケー。次は、左、あ、あそこにパープルコインがある。よいしょよいしょ。はい。当たった。あと30個だね。ちょっとこっち来ちゃったから、もうちょっと北行ってみようかな。あの、はぐれた3つのパワーモン、こっちより奥に行くの怖いね。とりあえずここにあるけども、なんか震えてる、光ってるし、まあですよね。よっ、ここに1個。そう簡単に出てくるわけではない。わあ、めっちゃ、なんかめっちゃ多いんだけど。ここも光ってるよね。あ、待って待って待って、なんか真ん中が光り始めた。あ、わかった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 。四方の三つのやつを、が光ってたじゃん。で、それで、ワカメがたくさん出てくる中、頑張って真ん中を、ヒップドフロップしたら出るっていう、仕様だったんだ。仕様とか、仕様とか言っちゃった。で、あと一個あるんだけどな。上かな、それとも下かな。この奥。あ、スフィンクイズ。あ、そうだったね。あのね、前ね、私、ぷくぷくになってたからね、立ち去れって言われてたんだ。そうそう。コメントで気づいた。旅人と、それに灯する帽子を我が鳥居に答えてみよう。ズバリ、この地の名は？シュワシュワーナ。イェイ。正しき答えを持つ者へ奥へ進む。奥へ進む？怖いよ。あ、そっか、あれだ、
あのキラ見えてるところが、あの地図に表示されてるところだ。あ、別の場所？あ、やった。スピンクイズの水没速攻。この上は？あ、この上なんもないの？こんだけ？でも私それじゃ満足できないんですが。満足できないよ。だってこっち、これかな？あ、これかな？これだな。どうしたらいいんだろう、これ。お！前が、まだ問いが足らぬと見える。ならば再び我が問いに答えてみよう。怪物が封じた噴水の数？4つ？なんか、囲まれて4つぐらいな感じ？あ、当たってた。ほう、正解だ。向かってくるだけのことはあるようだな。え、あ、3度？はいはいはい。旅人が赤き魚に変わりしとき、振ると使える力は、攻撃かな。あの、くるくるってホーミングじゃなくて、くるくるって回って、なんて。もういいや。この地には、選ばれし衣をまとう者のみ入れる部屋があるが、その衣とは何か。水着は、湖の国かな？海賊の服かな？海賊の服。違うんかーい！くっそ。アロハか、アロハ。アロハ。はい。本当に知ってたのか？普通、水着を選ぶだろう。海賊を魅力的だ、パンイチだって。はは、ヤマカンか？ヤマカンだな？ヤマカンめ。なんでこんな煽ってくんの？うるさ。よかろう、決着をつけよう。最後の問いに答えよう、ヤマカンめ。我はなぜここにいる？温泉と間違えた。トッシーから落ちた。問うため。もう、泳ぐつもりだった。問うためかな？そのための存在だしね。こんな普通の答えでいいのかな？合ってる！ぐーの音も出ない。やった。でかした。海のクイズ大正解。もうこの地では問わぬ。あれ解決しない。ね、多分私このパート中で解決しないから教えてくれても構わんのよ。よいしょ。このパープルコインを取りたい。これ1回目来た時見えなかったんだね。さて、次は。これが多分チラッと見えてるやつだよね。のこのこ、あ、次ロコロコレースやるって言ってたね。でもちょっともう無理かな。あ、できるか？いや、無理だな。喉的な意味で。グラス宮殿の西側ですね。3つあるんだが、まあ怪しいよね。とは言ったものの、これは入れる？入れるんだ。わーお。面白い。すごい。すごいね、マリオ。この、ここはなんだろうね。あの、ノコノコだろうね。よいしょ。あ、やっちゃった。これを、このハテナが気になるだけなのに。ああ、もうまたやっちゃった。また止める。おお。ドーン、ドーン、ドーン。よいしょ。ああ、くそ。はかられた。え、ダメなの？こっちじゃないの？あ、間違えた。え、どういうこと？え、こっち、正解じゃない。こっちじゃない。
面白いね。こっちはね、正解じゃないっぽいね。じゃあ次こっち。あ、なるほど。よいしょ。え、完全に出っていうなんだが。なんもないのあれ。測られた。お腹空いてきたな。でもお腹空いても食欲がないんだよね。本当にさ、直接胃にぶち込みたい。正解になかなか当たらんな。とりあえずこの音符やるか。難しそう。あー無理かも。あの、このノコノコ問題が。よしよしよし。あー気にしない。おいしょ。オッケーオッケー。おいしょ。あー待って危ない。回転迷宮で音パス目。待ってね。左上のやつってさ、あ、待って待って。まずパープルコインを取りに行きたいね。これをちょっと難易度が上がってしまったんだが、もうしょうがない。あー違うよ。あ、待って待って。積んだ。積んだ。もう一回もう一回。あ、キューって入った。キューって入った。そうじゃないんだな。モテるんだっけ甲羅って。あ、モテない。え、どうしよう。これってこうしたら元に戻るかな。こんなめんどくさいことしなくてもなんとかなったんかもしれんけど、ちょっと思いつかないのでこれでいこう。あーもう、あーオッケー、オッケーか。お、できたできた。ふぅ。で、あ、入れないのこれ。入れないんだ。あ、入れた。ね、入れたけど、全まったうぃー。これは難しいぞ。あー慎重に行きたい。右だな。オッケーで、オッケー、いけたいけた。ふう。いや、なんか何か解決していってるんだろうか私。翻弄されまくってるような気がしないでもない。やっぱそこの中心に土管を出したいよね。土管を出す術よ。いや、あの土管は終わるための、終わりに行くための、終わりに行く脱出するためのやつなんかな。うわ、え、こっから、あ、あ、そっか、こっから行けないんだったね。あ、分かった分かった。これで出しといて、出しといてからの、お、これ完璧なのでは？こうで、で、こうだ。あ、全然余裕じゃん。回転迷宮の宝。オッケー。あれ？え、もう一個あるよ。え、もう一個あるよ、これ。隠し系？マジ？なんか右下らへん、この、ここを壊してみる。なんかどっか、あー、なんかどっかあるんかな。あ、そう
そっかそっか、この右下だ。よいしょ。これで、これでいく。あ、あった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 。よかったよかった。回転迷宮の隠し部屋。キュッキュッキュッ。ここに1個あるんだよな。あ、音。あ、ここにもある。上かな、でも。上だな、こっ。でも、こっちがなんか下っぽくない？あ、亀裂。あ、関係ないか。いや、上かな。あ、ギリ上か、これは。上か。関係ないかな。あ、これこれこれ。あ、待って。これがある。橋ある。怖いよ怖いよ、なになに、怖いよ、ドキ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 、これ時間系じゃない、あ、時間系じゃない、単純に、あー待って、出てくるよね大丈夫大丈夫、全然怖くない、もうさすがに私も大人になり申して候。はい、さすがに大人になり申して候。初めてね、見た時はね、ちょっとね、あの、大人気にもなく大人気もなく叫んでしまったんだが、ここはね、あの、お助けモードという名のぬるぬるなので、私息継ぎもせずぬるぬるやっていくよ。あと2個か。あの箱も気になる？ここパープルコインあったりするかな？出てくるよー。あ、そっか、これ壊せるか。ほい。あった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 。このね、この辺からも出てくるよ。出てこないんですね。ほい。やりよし、珍しくお腹が空いてるから、なんか食べたい、なんか食べたい、よいしょ、集めて海のムーンチップ、こんなところはおさらばだぜ、一応、ま、周囲を見回して、パープルコインはなさそうよね、ないでしょ、マリオすごいねよいしょ、で、あーやんにゃー、あら、待って、帽子がない、キャッピー来て、キャッピーよしよしよいしょ、で、こっちが気になっておる、ここかな？よいしょ。わあ！あ！種がある！こんなとこあったのか。あ、こんな怖くて谷上がれないでし。あ、そっかそっかそっか。こんなところがあったね。じゃあ次のパートではこれをやっていこう。あ、もう一個あるのか。よいしょ。というわけで今回のパートはここまでにしようと思います。ほい、咲いた大開口の種。今回も見てくださってありがとうございました。また次もよろしくお願いします。お疲れ様でした。